霊媒師なんだっけ、なんで霊媒師、いや、なんか急に霊媒師、びっくりしたよ、なんで霊媒師、霊媒師だよ、は、なんで霊媒師って今の八木さんに必要なのはなんで突然、なんで霊媒師必要なの、お化けなんでしょ、ああ俺のね、事故の原因、そうなの、はいはい、だからね、霊媒師を呼んじゃった今日、おう、もうね、霊を取ってもらおうと思って、八木さんの、はい、でも確かに俺は安全運転しててね、直線で、うん、あのね、ほんとお化けぐらいしか、そうでしょ、理由がないの、だから何かの、うん、何かしらの霊が、うん、八木さんのハンドルを取ったんだよ、うん、そうだと思う、俺はその話聞いた時に、ああなるほどなと思った、だから、やはり、うん、あれが、除霊してないよね。してない。うん。霊媒師が必要だと思う。ああ、でもそれはちょっとありがたいかもね。この機会に、最後ね、うん、もう霊を取って、うん、新たな矢作、剣を、出発を、しようじゃないかという。確かに、こういうのは、なんか安心するよね。こういうのを一回取るっていう、なんか気持ち的にもね。いや、そう。確かに、いいよね。呼んでるよ今日。霊媒師の先生、うん、来てんの？いやもう本当なかなかあれだよ、こういうとこに来てくれるような人じゃないよ。3時前だよ。そうだよ、うん。じゃあちょっとお呼びしちゃっていいですか？これ。いいよ。じゃあ先生お願いします。マジで？うん。誰？あ、どうもどうもどうも。よろしくお願いします。おおおお。本当すいません。本当っぽい。本当っぽい。じゃあお座りくださいちょっと。あ、ヤギさん、ちょっとヤギの、じゃあ、ここに座ってもらおう。うん、じゃあ、こっち、あ、ほんとっぽい。ほんとに呼んでくれたの？ほんと先生っぽい。すごい、ありがたい。あ、ずっと見てる。やっぱ見てますね。眼光が鋭いんじゃない？うわぁ、ちょっとね、もうほんとにそちらの、世界での、有名な方のですね、権威な方、もう、ほんとかなり有名な方ですけども、ちょっと自己紹介していただいてよろしいですか？はい。はい、よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。はい、どちら様なんですか、お名前の方ですね、言っていただいて、はい、もうちょっと、なかなかね、ちょっと有名すぎるというかね、その、うん、なんていうんですかね、まあ、うん、見たらもうすぐ分かるような方なんでね。あ、そうなの、そうなの、はい、人玉なめこですね。人玉なめこさん。じゃあね。で、いいですか、ちょっとはい、ちょっと、これ無理言って来てもらってるんでね。名前が聞こえなかった。いいです。人玉なめこ先生です、ね。はい。じゃあ、改めて自己紹介してもらっていいですか、ね、人玉なめこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なめこ、まあ、今まで、数多くの方の。人玉なめこさん。はい。人玉なめこ。まあ、皆さんは、なめこさんでいいんですかね、その、呼ばれ方としては。そうですね。なめこさんと。が多い、なめこさんって別にイントネーション、まあ、その全部ちゃんとした人、ちゃんとした人です。もうかれこれ30年以上、ね、そうですね、30年以上、32年ですか、人玉なめこさん、はい、32年ですよね、はい、32年です。世界でやられていて、今までまあいろんな方見てきて、まあその、はい、言えないでしょうけど、あのね、その政界の方だったりとか、ねえ、まあ、相撲界の方だったりとか。相撲界っていうのは、まあね。まあ、あんまり聞かないけど、相撲界の方は。有名人ね、だから、相撲界。正解か。まあ、その、言っていいのかわかりませんけども、うん、元、大野国のね、はい、柴田山の方とか。はもう、除霊。はい。本当？ちょっとね、まあ、ちょっと人玉なめこさんだよ。人玉なめこさん。ちょっと、まあ、これ以上は言えませんけどもね。うん。そんないいの、そんな。うん。じゃあちょっと、今日は、矢作さんにですね、もうどんな霊が取り付いているのかを、ちょっと見ていただきたいんですけれども、やっぱどうですか、先生。取り付いてますかね。そうですね。動物ですかね？いや、なんでしょうね。ああ、見たことのない。ついてないんですよ。見たことのない何かが、生き物ですか？ついてないですよ。どちら、右側なのか、うん。右側ですかね。自分のは右目で見てる。右ですね。自分が左目隠しちゃって。左目押さえて見てるけど。うん。右に。ああ、こうやって右側に。はい。先生から見て右。右側に。矢作さんからも左の方ですね。に何がいるんですか？どうですか、これは。動物ですね。そうですね。誘導してない。さっきからなんか。いや、先生ね。そうですね。動物ですね。動物ですね。どうですか、どう、大きいですか、大きい。ちょっと小さいですね。
そうですよ、ちょっとちっちゃいですよ。山崎言ってること完全山崎。今思えば名前も自分で言ってないから、そんなことはないです。ちっちゃいよね。はい、かなりちっちゃい。かなり小さい動物が、手のひらに乗るような。なんか、ないですか、はい、この、なんか聞いた方がいいですよね。何かこう。あの子供の頃の動物の思い出とか、矢作さん、その、死に別れたみたいな。うん、ねそれ聞いた方がいいですね。そうですね。とか言って、山崎。そうですね。先生がなんで山崎さん。そうですね。大丈夫。何ですか、いやいや、聞いて子供の頃、ちょっと改めて聞いてもらっていいですか。子供の頃。はい、子供の頃に。ちっちゃな動物なんですけども。うん、子供の頃に、うん、毛がいっぱい生えてる。はい。どうですか、子供の頃、死に別れたとか。お目目がクリクリしてます。あ、まあまあ、犬じかな、じゃあ飼ってたけどね、ちっちゃいの。まあ、ちっちゃいのこんな手のひらサイズじゃないけどね。うん、昔ですか、それは。昔、小学生の時ね。ああ、その犬とはどういう別れ方したとか、ちょっと聞いた方がいいですよね。そうですね。そうですね。山崎どうですか、どういうお別れをなさったんですか。先生、山崎の言ってることなんだよね、全部。うん、まあまあ、老衰老衰、まあまあ、年で、でも16、17年ぐらい生きたと思うんで。大王女だよね。はい、うん。まあ、一人にしょうがないよね、それは。大王女ですね。大王女ですね。それだったら、ですね、それじゃないのかもしれませんね。確認で、ね。人ですか、動物ですかね。どっちなんですか、動物ですね。うん。どっちなんでしょうか、どっちなんです、動物なんですよね、動物が。動物ね。動物が取り付いてるということで。顔をすげえチラチラ見ながら。動物ですよね、動物ですね、ですね、動物です、はいはいはい、人が先生ですねしか言えないんだけど、うん、山崎え、なんどういうことこれ、いやですから除霊をちょっとしていただかないと、やはりこのまま、いやできますんで、大丈夫です、お探し大丈夫ですよね、大丈夫です、うん、忙しいけど、うん、大丈夫、なんかあるんですか、それ流派とか、流派ですか、わかんないけど何ができる人なのかな、うん、と思って、いやですからそのね、何人もだって今まで5000人ほどの除霊をされてますから、うん、そうですか。いろんな霊を戦ってらっしゃいましたもんね。そうですね。その動物から始まって。なんで山崎が詳しいんだいや、動物もありますし、やっぱその生き霊みたいなのも。そうですね。どういう霊が一番 、うん、やばいっていうかあるんですか、うん、生き霊が。ああ、なるほどね。今山崎言ってたからでしょ。生き霊が、持ってる可能性があるという。うん、まあ、すごく強いんですね、治療というのは。一番安全なのは何ですか、その、はい、まあ、こういう例だったらいいとかってあります、うん、守護霊様ですね。見れます、守護霊も。あ、見えますよね。大丈夫です。うん、誰についてます、てうん。いますね、左側ですかね。左側、うん。ちょうど真後ろですかね。うん、あ、真後ろ、うん、にかぶって見えないです。だからかぶっちゃって見えないですね。真後ろです。かぶって見えない。そうですね。ずれてもらって見えないってことなんですね。矢作さんが一回ずれてもらわないと。頭の真後ろじゃん。そんなら絞れ隠れちゃうの。先生も今ちょっと戸惑っております。かぶって見えないっていう。いや、首かしげないの？ちょっと避けてもらっていいですか？そうですね。絞れが？首かしげない。そうです、そうです。じゃあ、どうですか？そうですって。あ、見えましたか？ちょっと顔出します？はい、うん、60代ぐらいの、うん、60代ですか、ぐらいの、うんうん、60代ですか、60代ぐらいの、どうですか、うん、どうですか、そうですね、60代ぐらいの、白髪頭の、うん、白髪頭、60代の白髪頭、うん、ちょっと早いですね、うんうん、白髪頭の、うん、おじいさん。おじいさん。まあ、60代60代、白髪。60代から大体いけるよ。言い方がだってもう完全に一か八かないけど、うん、そうだよ。でも山崎の顔見ながら、おじいさん確認してる、山崎。一か八か。もうじゃあちょっと、もうこれはもう、取り付いてるのは間違いないんで。そうなの、ちょっと除霊の方行きましょう。はい。してね、じゃあちょっと、早く。それだけ、立つの？やっちゃうよ、はい。立つの？叩いて、もう背中から出すしかないですから。うん、できんのそれ。はい。じゃあちょっといいですか、先生。ちょっと来ていただいて、はい、背中をさすってね、はい。うん、いいですか、はい、うん、お願いします、ちょっと、はい、ちょっと背筋を伸ばして、はい、丹田に力を入れて、ちょっと力ね、はい、姿勢を良くして、さすりながらね、はい、はい、はい、なんで指示してるの、はい、はい、はい、行けもね、行け、はぁー、行け、ほら、いないで、出てけ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 、すげえ教えていただいたりする、もうやめて、もうやめて、もうやめて。